皆さんこんにちは。ジャズピアニストの井上雄一です。ビバップ練習法その14回目ということで、今回もチャーリー・パーカーの音源、ハーフスピードに落としての、練習というのをやっていきますが、このチャーリー・パーカーオムニブックにも収録され掲載されているですね、チャーリー・パーカーサボイ版の名演、バド・パウエル、マイルス・デイビス、カーリー・ラッセル、マックス・ローチという豪華メンバーでの演奏がサボイの、レーベルに残されておりますが、その中から B フラットのブルース、B フラットブルース、バズィーという曲を今日やってみたいと思います。オムニブックの中の78ページ、79ページ目に、掲載されています。これをチャーリー・パーカーの音源ハーフスピードに落としたものと合わせて、練習してみようと思います。一点注意を、申し上げておきたいのは、よくこの練習するときに音源を使わないでこのコピー譜だけを見て練習している人がいるんですけど、で音だけは合ってんのにリズムとかノリ、アーティキュレーションとかが全然なんかおかしいような演奏のまま練習している人がいますが、非常に良くないので必ず音源を使うようにしてください。まあ、できればリアルテンポで一緒に、練習できればいいんですけど、まあ、難しいとおっしゃる人も結構多いと思いますので、このシリーズでハーフスピードに落としての練習っていうのを実演しています。ではお聴きください。まあ、こんな具合になります。それともう一つの練習法をちょっと紹介したいと思います。これはピアニストイーサン・アイバーソンのサイトに載ってたんですけど、メトロノームをかけてですね、メトロノームを8分の裏にとって練習するという方法をイーサン・アイバーソンのサイト、彼がサイトの中で練習法を紹介していました。これは、非常に難しいのでちょっとうまくいくか分かりませんけど、メトロノーム鳴らしてこれを8分音符の裏に取って、それで、バズィの、ソロ
のフレーズ練習してみたいと思います。ではお聴きください。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。なんとか大体うまくいったんじゃないかと思いますけど、もしできる方はこんな練習もやってみると良いのではないかと思います。これでブルースは C のブルース、 B フラットのブルース、 E フラット、 A フラットのブルースと、G はやってないですね。 C F B フラット、E フラット、A フラットか、5つのキーでこのシリーズでブルースやりましたんで、まあ他に G のキーでもできればいいですけど、フレーズをまあ移調して練習するとか、 G に移調して練習するとかっていうのはできると思いますんで、自分なりにやってみてください。ではこのシリーズ20まで続けますけど、次回はパーカー、まあスタンダードナンバーを演奏しているのが少ないんですけど、まあウィズストリングスとかありますけどね、まあパーカーの曲というか全部アドリブっていうのも中にありますけど、その中でスタンダードナンバーのコード進行を拝借して、で彼のオリジナルあるいはアドリブソロだけの演奏っていうのが結構ありますんで、そういうのを取り上げてみようと思います。それでは次回またお会いしましょう。さようなら。